月1日、三重県鈴鹿サーキット。今、ここに男たちの戦いが始まる。戦いに挑むのはヒーローズレーシングチーム。チーム監督、田中博文。エンジニア、森脇元康。チーフメカニック、炎上邦博。エンジンチューナー、松浦健。そしてレーシングドライバーは高橋徹。チームは日曜日に開かれる鈴鹿 F2 シリーズ第3戦ゴールデントロフィーレースのために4日前にサーキットに入ってきた。レース2日前、金曜日の公式練習、入念なマシンチェックが行われている。よくないですねこれね。ああバランスが悪いみたい。セカンド全部のつながり裏が、うん、96ぐらい。全然遅いですよ朝より。スプーン行くまでがもう全然遅いですね今は。どうやらマシンの調子がおかしいようだ。メカニックがマシンに調整を加える。一台のマシンに夢をかけてチームの全員が一丸となって戦いに挑む。問題点は死体残らず検討される。でもお前急このゴルファーそのものでさ、やっぱ極端にはおかしくないんちゃう。ギアだっていやつながりは悪いっす。いや、悪いのはそれは悪いけども、現実的にそんな極端にはかけ離れたらね、我慢いくかやな。そういう、例えば、低いギアのイメージとかそういうのを出したって、現実的にはできへんねんから。あえへんねんわけやん。みんなオープンになってしまうし、要するに、それに合わせていったらさ、もう開いたり、オーバーレックスしもたり。とりあえず3とかも無理な答えは出てるわけよ。高橋徹は今年ヒーローズレーシングチームの一員となった F2 最年少のドライバーである。中学校の頃ね、僕のうちの近所1時間ぐらいのところにねサーキットがあったんですよね。はい、そこにね、まあ、初めて見に行ってこうかっこいいなと思って、うん、やっぱスピード感が一番なんですよね。やっぱりかっこよさっていうかね、そういう憧れがすごいあったんですよね、うんうん。で、まあ、中古のね FL を買って始めたんですよね。うん、うん、最初はね反対されましたよねすごいね。あでそのうちもう諦めて、今は逆にこう応援してくれるっていうね。あそうですか、うん、初めてのです、うん、コックピットではどんなことを思いながら戦っているんですか。雨でしたからねすごいこう。やっぱ初めてのねレースで雨だからすごいこう精神的にねすごい本当辛かったんですよね、うん、プレッシャーっていうかね、うん、なんかね。高橋徹 F2 デビュー第1戦鈴鹿ビッグ2&4レース。金曜日の公式練習では新人ながらベストタイムを叩き出し、予選第2位のスターティンググリッドを手にした。決勝戦最終ラップでベテラン星野和義を抜き去り、見事第2位でチェッカーを受け、恐るべき新人の出現を印象付けた。やっぱり嬉しいのがね一番ですよね。みんなが喜んでくれるのがすごい嬉しいんですよね。監督とかね、はい、あのメカニックの人たちとかね喜んでもらえるでしょわーってね、うんうん、それとやっぱりすごい嬉しいですね、うん。それで第2戦ですね、レースがまたすごい激しいレースになりましたよね、あの時は。スタートしてね本当30周全部ね、もうすごいしんどかったレースですよね、うん。気を抜ける週がないっていうかね、そういう感じのレースでしたね。だからすごい辛かったですね、うん。続く第2戦 JPS トロフィーレース。予選ではコースレコードを出してポールポジションを握り、そのドライビングセンスの良さを不動のものとした。決勝では常に1位松本圭司の後を走っていたが、23ラップ目に星野に抜かれて第3位。しかしルーキーながら 1,2 戦とも表彰台に上るという快挙を成し遂げた。引けは取らないぞ、負けないぞという気持ちは内に秘めたものはあるじゃないですか、うん。走る時にはねやっぱりね
こう例えば誰かのタイムを聞いたりするとね、もうそれにはそれを絶対破るんだってこうね、うん、思って走ってますよね、うん、同じ車で同じエンジンでね同じタイヤつけて、やっぱりあとはドライバーの腕だけだと思うんですよね、やっぱりそれをこう練習してたらもう絶対なんとかなるんだってこう自分に聞かせてね、うん、絶対いけるってこうね、人にできることはできないことないって自分に聞かせてこうやってたんですよね、うん、7月2日土曜日公式予選サーキットワンラップのタイムによってスターティンググリッドが決められる。タイヤも予選用の柔らかなものを使用、タイヤの消耗度なども考えられ一発勝負でタイムが競われる。コンマ何秒かのスピードを競う F2 レースにとってスターティンググリッドは重要な意味を持っている。予選スタートを前に決勝レースとは違った緊張感が流れる。高橋徹スタート、ベテラン松本圭、そして中島悟スタート、強豪星野和義もスタート。サーキットではポールポジションをめぐってのもう一つの戦いが始まった。2分02秒9、ややスピードの切れを欠いて思うようにタイムが上がらないようだ。星野和義のピット、今の58秒3、かつてのヒーローズレーシングチームのナンバーワンドライバー星野和義がいいタイムを出しているようだ。これ以上続けていてもタイムの上がる見込みもなくピットイン。高橋徹はどうしても星野のタイムを上回ることができずタイムアタックを断念した。1周1分57秒52というタイムを出してマシーンを降りる。高橋徹は他のドライバーのタイムが気になるようだ。チームクルーのところへ行ってタイムを確かめる。公式予選の結果、高橋徹は予選第2位が確定。ポールポジションは星野和義が勝ち取った。予選が終わるとヒーローズレーシングチームのマシーンマーチ832 BMW は明日の決勝を目指して最終のメンテナンスが行われる。メカニックたちは思うようにタイムが出なかったマシーンを徹底的にチェックする。レースにも勝るとも劣らないメカニックたちの激しい戦いが始まっている。田中博夢監督と並ぶチームの最古参は松浦健。ヒーローズレーシングチーム発足当時から参加している日本でも有数のエンジンチューナーである。感覚はね、全然変わらないですよね。でも行きますか。回転する。松浦健は田中博夢監督がレーサーだった頃からコンビを組み、数々の輝かしい記録を残している。田中博夢監督はかつてモータースポーツ界の第一線で活躍したトップレーサーであった。1972年、ヒーローズレーシングチームを設立、74年からチーム監督を務めている。1971年、グレート20レース、オレンジ色のシェブロンに乗っているのがかつての田中博夢監督である。この時は高原さんですか。そうですね、高原君が、前がローラーですね。ローラーですね、しかしスプーンの方でね、西コースでなんか、そうだね、雨がね降ってきたんですよ。はっきり覚えてらっしゃるもんね、レース内容っていうのはね。そうですね、
まあ、結果はこの時は今田中さんおっしゃったように、うん、高原さんが優勝、田中さん2位という成績だったですね、田中さん松浦さんそれぞれのレース感といいますかね、何が田中さんあるいは松浦さんをレースにこれだけ駆り立てるのかというところをちょっとお聞かせいただきたいんですよね、うん、そうですね、まあ本当にレースに対する情熱、うん、愛情とまでいくんですかね、なんかそういうものが欠けるとやはりもうなくなっちゃうっていうのはね、そういう意味では愛情という言葉出ましたけど、やはり自分の手で調整したエンジンということになりますと、もう本当にはこのようなもんですね。そうですね、単なる機械だけいうふうにはあまり感じないですね、意外とこう生き物というふうな感覚で意外とやってますから、そういう面では同じですね。日本で一番強いチームを率いてらっしゃるわけなんですが、まあ、お二人のお話を伺ってますと、まとめといえば勝利へのですね、勝利の喜びを味わいたいからというふうに受け取りかねないんですけども、そうですね、それだけでいいんでしょうか。 やはりそのレースっていうのはね、結果が出るわけですよね、一周走ってもラップタイムという答えが出ます、で最終的にやはりみんな目標っていうのはやはり勝つということですからね、やはり勝たない、要するに走るだけとか参加するだけっていうのはありえないですね、我々は、高橋徹選手を一目見て、あるいはその短時間見てですね、どこのところがこれは素晴らしいと、うちのエースレーサーとして契約しようというふうなきっかけになったんです。結局ね、その、まあ、思いっきりの良さというかね、なんていうんですかね、ドライバーのちんたらやったって仕方がないんですよね。だからその目立つとこは目立つという思いっきりの差がなんかあればね、いいんじゃないですかね。思いっきりの良さ、つまり高橋徹選手にこうメリハリみたいな。そうですね、まあだから若い間は早くともクラッシュするとかいうのがあると思うんですけど、ね、やはりそれぐらい元気あるといいと思います。7月3日日曜日、決勝の朝は雨が降っていた。雨ですか、すごい雨のレース得意な方でしたっけ。やっぱり気分的には嫌です、ね、いや、やっぱりやんでほしい。そうですね、やってほしい。でも勝たなくても、地震のほどはどうですか、この雨で。ちょっとわかんないですけど。じゃあ頑張ってください。はい、では早朝からマシンのチェックが行われていた。午前8時半、高橋徹がピットに入ってくる。どうやら雨も上がったようだ。8時50分、まだ観客の少ないサーキットでフリー走行が行われる。今日のマシンの具合を見て最終チェックを行うためである。戦いを前にした強豪ドライバーたちが次々と雨に濡れたサーキットに飛び出していく。
ーズレーシングは5台のエンジンを持ち込んでいる。レーシングエンジンの寿命は非常に短い。 2000km ほど走行するともうパワーが出なくなってしまう。高橋徹のマシンは前日の予選終了後、エンジンが決勝レース用の新しいものと交換された。ナンバーワンのドライバーになった時に誰もこんなに走るとは思わなかったと思うんですよね。で、ただ去年の時代から非常にそのナチュラルなフィーリングをよく持ったドライバーだということでね、その変な癖がないんですね。で、決して特殊な車のセッティングを要求するわけじゃないし、非常に素直に自分の感じたのを我々に連絡してくれるし、じゃあそれに従ってこうしましょうと、方向に変えていきましょうという、ことをすると、それのまた、やったことに対して正確にその反応していってくれると、でそういう意味では非常にその生まれながら天性として持ち合わせた、車の状態をうまく引き出せる、あるいは車と対話のできるドライバーだと思うんですよね。このフリー走行で高橋徹は他の強豪ドライバーを抑え2分14秒後のベストラップを記録した。今日調子いいね、エンジンね、ピッ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 、つながりが早い。こっちよ。いやーそうでもないぞお前、こっち当たってねえでこれ、もう無事がないですね。もういい、もういいよ、いいよ、分かったか、だいたい感じを温度だけちょっとチェックする。あ、こっちどうなった今でもかなり違いますもんね。もうこっちにたくさんつけてるし今、うん、これいやでもさ、プラス出してみようか、そしたら、うん、その割には踏んでいったらブーッと 前が出ていくときに前が出ていく。いやいや、ヘアピンなんか別なんですよね。またね、違う、ワンコーナーも奥で待っとってダダダダダダって出ていくわけ、前が奥でもうアクセラーなかなか開けるわけ。それさ、ヘアピンはその時オフの時も曲がっちゃうわけ、まあ、そう、ギアが悪いとね、アンダーのせいでしょ、ね、アンダーだあのリバースが急激なんでしょ、ね、だからステアもずっとこう来てる。あ、そうだから、そ の, その時のオフか。だからそれはアンダーを消してやればもっと良くなる。一番速いタイムが出たみたいです、割とまあちょっとね、アンダーが強いんですよね、そのね、うん、で乗りにくいもんで、はい、もうちょっとやりたかったんですけど、時間がないし、
チーフメカニックの円城邦弘が入念なギアミッションの手入れを行う。メカニックはマシーンがスターティンググリッドに着くまでにドライバーが抱いているかもしれないかすかな不安を全て解消しておかなくてはならない。やっぱり一生懸命いつもやったけどね、やっぱりポカがあるからね、その時やっぱり一番あかんなと思うし、もし目いっぱいやっとって負けてもやし、こんな今度は絶対負けへんっていうような感じでやっていかな続かへんしね。2年かなやっとって放水で止まったのは1回しかない。ああそれもまあ自信じゅうたら自信やよね、で、レースのメカニックをやろうっていう気持ちになったのは自分で乗れんって分かってからねだからこの世界でいかすぎやったから、これでこの世界で生活になったら乗れんのんだったらメカニックの追いつきがないと思って、今年から、まあ、高橋徹選手と一緒に始めてどうですか彼は。やっぱりやりがいやろね、早いから。この日も多くのモータースポーツファンが鈴鹿サーキットにやってきた。観客38,000人。レースの時間が近づくと高橋徹の表情から笑顔が消えた。スタートですけれども、今の気持ちを一言。緊張してますね、やっぱりすごいね。まずウォーミングアップランが行われる。文字通りマシーンのウォーミングアップ。しかしこの時から他のマシーンの調子を測り微妙な駆け引きが始められているのである。その時間が迫ってきた。スタートは F1 スタイルのフォーメーションラップ方式、つまり一度スタート位置についてサーキットを一周、再びスターティンググリッドに戻り競技場のシグナルでスタートする。チームの監督と作戦を練るのはフォーメーションラップのスタート前が最後となる。大丈夫？なんか血出てる。石当たったの。ちょっとない。ちょっとやるなよ。大丈夫。目つぶってね。クラッチミートしなければいいんだから、猪木のは。絶対に最初10周行けよ。
逃げるからじゃないですか、ね、OK 頑張れ。フォーメーションラップがスタートすると、チームの命運はレーシングドライバーの腕一つにかかってくる。しかし、チーム全員の心が高橋徹と共にマシンに乗ってサーキットを駆け抜けていくのである。フォーメーションラップスタート。各社隊列を整えたままコースを一周する。フォーメーションラップはヘアピンに差し掛かり、各車大きく蛇行、グリップを良くするため少しでもタイヤの温度を上げようとしている。フォーメーションラップ終了。各マシンは再びスターティンググリッドにゆっくりと戻り、10秒以内に出される競技場のスタートの合図を待つ。田中監督がスタートの一瞬に注目する。高橋徹は絶好のスタートを切り、ポールポジションの星野和義を一瞬抜いたかのようにも見えた。しかし第1コーナーでテクニシャン星野に先行され2番手につく。 F2 レースとは排気量 2000cc のエンジンを積んだフォーミュラーカーレース。1周6キロの通過国際コースを30周して優勝を争う。レース序盤、高橋徹は田中博文監督の指示通り常に星野をぴったりとマークし、第2位で戦いを進める。先頭は以前2番の星野が先頭、2番の星野が先頭です。2番手には3番の高橋、3番手には高橋、1周目で早くもベテラン松本慶治がリタイア。マシンが戻ってまいりました。1、2の間隔が開きました。星野気合が入っております。最終コーナーから直線出てまいります。おっと、中島選手のマシンが今ピットロードの方に向かいます。中島がピットロードに向かっている。高橋徹は監督の指示通り依然トップの星野を追走。2周目カーナンバー1番中島悟がピットイン。強豪勢が次々と脱落していく。続々と通過、鈴木も行きました。さあ今度は続いて昨年のチャンピオン中島悟がピットイン。先頭2番の星野がなんとか振り切って高橋徹を追うと、これは本来と3番の高橋徹、その先から3番の高橋徹。1秒
さん出したいですか。スタートではないんじゃないのかというんですけどね、タイム的にはまあまあですね。そう、3ラップ目は1秒3だからね、まあこんなペースじゃないですか、まあ2位、3位とは差が広がっている感じですね。ちょっと開いてますね、だから、前半ちょっと逃げられないようにね、後ろにね、それは言っといたんだけど、まあなんとかこうこのまま離されないでいけばね、だからとりあえず自身まではとりあえずついていけと言ったんだけどね、あ、そうですか。しかし高橋徹のマシーンは徐々に星野に離されてきた。なぜ星野に離されるのだろうか。エンジンかシャーシーか。森脇エンジニアが思いを巡らせる。マイナス 2.0 L 外してタイム一番上上げて、星野さっき4ラップした時に100倍上がってたので、そう、分かんないよ、分かんないね。だけどともかく手抜いちゃダメだね、かけさせないと最後まで。5周目、同じ新人の萩原明がクラッシュ。序盤から波乱が多い今回の連戦会となりました。まず藤田が潰れ、そして松本、長島が相次いで2位や、藤田、萩原が今クラッシュという情報が入ってまいりました。レースは5周目、まだ序盤であります。高橋徹と星野の差はますます広がるばかり。果たしてマシンの調子が不調なのだろうか。先ほどと変わらず観客に戻ってまいりました。前として星野、そしてデグリースの順であります。その後ろは高橋健二、そしてエグリエルジュ、そして中島。要するに回転が上がるところで上がってないの、要するに上がらないで、どうしてもないですよ。だからこれ回したら怖い。6周目、ベテラン高橋邦光がリタイア。星野が今通過、そして高橋徹選手、差は2秒7、レフリー選手が3番手、この3体ちょっと安定しております。現在走行中の10台はまずは安泰。さあ観客がまた開いて今星野が通過。1位星野と2位高橋徹の差はまた少し広がったようだ。高橋徹の後ろから3位ジェフリースが徐々にペースを上げて迫ってきた。あのエンジンの具合はどんな感じですか。音聞いてて良さそうですか。別におかしくはないね。ジェフリースの黒いマシンが猛然と高橋徹を追い上げてきた。さあトップが参ります。また観客が開いた感じがいたします。高橋徹選手もペースアップを図っているんですが、星野選手がわずかにそれより多くペースアップという感じ、そしてその分2位3位の観客がやや縮まってきた感じがいたします。2体の感覚、早い決まった感じがいたします。高橋健二選手は今 4位を全く
ナス 3.8。 ピットボードのプラス 2.4 はジェフリースが2秒4差で追い上げているという合図。一方マイナス 3.9 はトップとの差が3秒9と開いたことを示している。だんだん少しずつだけど差が開いちゃってるんじゃないですか。リースも後ろから来たから、ね、うん、どうかこれから、うん、分かった。運転手任せ。そしてこのところジェフリー選手が2分01秒台後半ではありますが、高橋徹にジェフリースがすぐ後ろに迫っているというサインが出された。11周目ヘアピンからスタイルで参ります。やはり1、2の間隔は確実にその差が開いておりますが、逆に37番のジェフリースがさらに間隔を広げました。今2台のマシンが通過、これが5位争いの2台のマシンであります。7番のエジェール、6番の高子、ちょっと2台のマシンのどちらか。11周目トップを走る星野和義、その後ろを走っているはずの高橋徹の姿がない。さあ大変な情報がありました。カーナンバー3高橋徹選手がスプーンでクラッシュという情報です。さあ星野が戻ってまいります。そしてその後ろは現実となりました。ドライバーはもちろん向いてあります。ドライバーはもちろん向いてありますが、高橋徹選手130カーブでクラッシュという情報になります。高橋徹クラッシュの会場アナウンスがピットに響く。どこ？スプーンで入り口？いや、ちょっと分かんないけど。で、拍手することねえだろ、あそこのなんかクラッシュで拍手してる人がいるから。レベル低いな観客の。レースはジェフ・リースが
星野和義をかわして見事栄光のチェッカーフラッグを受けた。戦いは終わった。過酷なレースは一瞬にして勝者と敗者をコントラスト強く色分けする。マシーンは大破していた。しかしヒーローズレーシングチームの全員はレースの結果に不満がない。チームの全員が一丸となって戦った末の結果だと受け止めているからである。幸い高橋徹の怪我は軽くて済んだ。車がね。おい。彼。で、ヒラズの車どう？どうやった？結構苦しかったのか。あそこのところ。なんかね。隣。隣が鳥ってたから。鳥行った。どこで話されるのかわからんけど、こうだんだんこうね、離れていく。コンマ4。週コンマ4ぐらい。トラック乗るけど、どっか持ってきて、お前、聞くこと考えた方がいいな。ちょっとずつこう、ね。兄さんのも車集めるんだけど、どうぞ生まれきてないの？コードが早い。新しいやつコードが早いかな。まあこういう結末のレースにはあるんですが、一言。いやこれがレースですよ。本当に。わかんない。じゃあどういう形でスピンしたのかね。まあ一人でやったんだろうけどさ、まあ前後の例えばちょっと星野に逃げられたからね、まあコンマ4ぐらいだよね、結局ね、一周につき。なんかその辺ちょっと焦ったのか、まあそれが経験じゃないですか。まあ高い次元にはなりますけど。高いですね。まあでも星野だってさ、中島だって本当何台車潰してる今までね。もう星野1年目なんかさ、本当デリアクラッシュ勝つかクラッシュかってね、3台は確実に壊してからね、4台ぐらい。やっぱり1年目はルーキードライバー使うとやっぱりこういう形はなるでしょ。いやそれがやっぱり1レースずつ経験になってね、この次にまたそれを生かすっていうような形になると思いますけどね。まあ、なんて言うべきか、どうもお疲れ様です。そうですね、お疲れ様です。また今度のレース頑張りましょう。そうですね。ヒーローズレーシングチーム、田中博監督がチーム名をヒーローズと複数形にしたのはメカニックを含めて全員がヒーローになろうという願いが込められていた。チームクルー全員がヒーローになる日がいつか再びやってくることだろう。